金属工場の冷食品工場の例大規模な工場の冷工場は製造業で実際の製品を生産、製造したり、規制製品の機械関係の点検、整備、保守等のメンテナンスを行ったりする施設を言う。企業の故障では製作所、製造所、事業所、事業場などと呼ばれる場合がある。軍需品の工場は工渉と呼ばれる。意味としては 工場は大規模なところ、工場は小規模なところを示すことが一般的である。小規模から中規模の工場は内陸地域に設置されることも多いが、石油や鉄鋼などの大規模な工場は原料や製造した製品の搬出入りの瓶を測るために海岸沿いの臨海部に設置されることが多い。石油コンビナート、製鉄所などはそれ自体が非常に規模が大きく、また、 関連工場も多くは近隣に設けられ、一大工業地区を形成する。大規模な工場は多くの労働者を必要とすることから、それらの人たちを対象とした店舗も工場の周辺に集まることが多い。工場を中心として形成される生活圏を企業城下町と呼ぶこともある。小規模な工房は古くから存在したが、 初めて近代的な工場ができたのは1770年頃のイギリスである。1769年にイギリスのリチャード・アークライトが水力を使った防石器を発明した。この防石器は非常に高速で強い糸を紡ぐことができたが利用するには水車のある場所に設置しなければならなかった。リチャードは1770年頃靴下製造業者であった。 サミュエル・ニード、ジェディダイア・ストラットラと組んで、ダービーシャー州のクロムフォードに何台もの防石機を集め、すべての防石機の動力となる水車を備えた防石工場を作った。これが近代的な工場の出発点とされ、産業革命の要因の一つともなった。ありがとうございます。